ここは任せとくわ。はっ、食らいな。その調子。終わりだ。はっ、ナイス。オラオラオラ。その調子。ナイス。受けろこの一撃。よし、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 連続攻撃のチャンス。終わりだ。よし、よし、アッサライゼ。はっ、食らいな。その調子。逃がしはしない。食らえ。ナイス。よし、連続攻撃のチャンス。はっはっ、いけいけ、はっ、これでだ。はっ、いけ、うんうん、あっさないぜ。もう一丁。よしよし、よし、連続攻撃のチャンス。はっ、つらいな。そこに、はっ、この調子、一気に決めちゃえ。アッサライゼ、いいよ。アッサライゼ、ほらほら、行くわよ。はっ、このまま続けていくわよ。はっ、どんどんかかってきなさい。いけ、このまま続けていくわよ。はっ、いけ、いい調子ね、続けるわよ。いけ、はっ、ほら、はっ、くらいな。はっ、くらいな。もう一丁。うんうん、決めちゃえ。よし、一気に決めちゃえ。終わりだ。熱さないぜ。いい調子ね、続けるわよ。よし、連続攻撃。いけ、食った。任せとけ。よし、連続攻撃のチャンス。これでどうだ。任せ。終わりだ。いいよ、ナイス。出ていっちまえ。はっ、取られた。このまま続けていくわよ。はっ、また出てきたわ。準備して、一気に決めちゃえ。はっ、こら、いけ、任せとけ。これでどう？ほらほら、行くわよ。これでどう？さあ、くらいやがれ。ほらほら、行くわよ。逃がしはしない。任せとけ。いいよ。この力、受けてみなさい。バッチリね。このまま続けていくわよ。これでどう？一気に決めちゃえ。はっ、行け。はっ、くらいな。その調子。はっ、ほら。クライナー、その調子、クライナー、一気に決めちゃえ。いけ、クライナー、また出てきたわ。準備して、一気に決めちゃえ。いけ、クライナー、これでどう？一気に決めちゃえ。はっ、いけ、このまま続けていくわよ。はっ、いい調子ね、続けるわよ。はっ、はっ、ほらほら、はっ、これ、クライナー、よしよし、一気に決めちゃえ。これでどう？一気に決めちゃえ。また出てきたわ。準備して。はっはっ、任せとけ。終わりだ。うんうん、これでどう？この力、受けてみなさい。バッチリね。逃がさないで。さあ、食らいやがれ。任せとけ。はっ、さあ、食らいやがれ。逃がさないで。決めちゃえ。また出てきたわ。準備して、一気に決めちゃえ。見せてあげる、全力全開よ。待っていたわ。ようこそ、新しい時代を告げる神の前。母体相関はまだ生まれていないんですね。そうよ、イオナスル。あなたは今から見るのよ。神の上を行く神、母体相関の誕生を。争い、妬み、憎しみ合う時代は今日でおしまい。私は今、愚かな人間の魂を導く神になる。みんなを
フラスコの人たちを解放してください。そんなことできないわ。だってフラスコにいる罪深き魂は全て私の体の一部になるんだもの。そして私はその魂の力によって八次元からこの世界を見渡す存在に生まれ変わる。ジルさん、あなたはこの世界をどうしようとしてるの？一人の絶対的な指導者による統率された魂の社会を創造する。この低俗で野蛮な人間社会を真に文化的で平和な世界へとパラダイムシフトさせるの。そんなことできるわけがありません。一人の人が全ての世界を統率しても平和な世界なんて作れっこない。そうかしら。この世界の神エクサピーコは星を作り、そして人を作りたもうた。でもその後神は全てを野放しにした。すると人は種族間抗争や利権争い、私腹を肥やすための愚策に明け暮れ、惑星を食い潰していった。神は未熟な魂である我々を管理し指導しなければならないのに、それをずっと放棄していたのよ。だから私は8次元の存在となり、7次元の存在であるエクサピーコの上に立つことで神をも管理し世界を統制する。それこそが私の真の目的。シャールを生み、コーザルに統率させ、動力源を生命エネルギーに切り替え、人々をフラスコにつながせたのも。隔離区で母体相関を創生する歌を研究していたのも、全てはこの世界を統一するための手段だったのよ。騙していたんですね。カノンさんの思いも、コーザルさんの気持ちも利用して。そんなものは私が母体相関になれば報われること。彼女たちの望む真の統率と平和が世界に訪れるのだから。そんな世界、カノンさんもこの世界に住むみんなも望んでません。今はそうかもしれないわね。でも根源的に彼女たちは私と同じことを考えている。時代が変われば必ず私の判断と八次元から俯瞰する力に感謝するわ。その力を使ってまずは私とイオナサルを返してくれるのよね、ジル。ええ、この世界の秩序のためにもあなたたちには帰ってもらわないといけないね。すごいでしょ、私やあなたの世界、それとこのエクサピーコ宇宙の全てを見渡す力。そんな想像を絶する力を持ったジリリウムがこれから私たちの世界を俯瞰して元の世界へと返してくれるの。私たち本当に今度こそ帰れるのよ。私はこの世界を犠牲にしてまで帰ろうなんて思ってない。そう、帰りたくないって言うならあなたはこの世界に残ればいいわ。それはあなたの自由だもの。ただ私が帰るためにはどうしてもあなたの力が必要だから、少しだけ手伝ってほしいの。
何を。私と一緒に母体相関の目になるの。八次元を見通すための目に。プリム、お願い。うん、ネロのために頑張って歌うからね。新たな世界の神がここに誕生する。世界よ、我らに祝福を与えよ。やめろ。見える、見えるわ、この世界のすべてが。美しい、まるで天上の晩餐を見ているよう。何これ、どうなってるの。キャス、こいつを止めるんだ、手伝え。急に無茶よ、大体何なのよこれ。無茶でも何でもいい、とにかく止めるぞ。ベルタ、あんたってやっぱり何かを知ってるの。こんな状況になっているなんてここに来るまで全然わからなかったのに。こいつ確かイオンと一緒にいた。クソ、邪魔するな。うわっ、この歌を歌えばいいの。私がイオンの代わりに。お前、そっか、そういうことだったのか。新しい世界が始まる、新しい秩序が。残念だけどそうはならねえな。悪いけど俺は今の世界が結構好きなんだよ。キャス、分かってるな。え、大丈夫、イオンの思い全部受け止めたから。ジル、この世界はあんたのものじゃないのよ。確かに争いは絶えないし、みんな自分のことばかり考えてるかもしれない。でも世界を良くしようって思ってる人たちだってたくさんいる。そのことをこの歌であなたに教えてあげる。聞いて、私たちの思いを。よっしゃ、いいぞキャス。この歌は
でもプリムは負けないよ。負けてたまるか。プリム、やめろ。消し込みなさい。ほら、さっ、決めちゃおう。それでどうも、ナイス。
黙りなさい、虫けらども。もういっちょ、バッチリね。熱さないぜ、熱さないぜ。ほらほら、行くわよ。止めていっちゃえ。そこだ、しっかり守ってよね。いいよ、ほら、さっさと決めちゃう。ほらほら、ナイス。黙りなさい、虫けらども。バッチリね。止めていっちまえ。終わりだ。任せとって。熱さないぜ。よっしゃ。ほらほら、おいおい、それででも。やるじゃないの。ここだ。行くわよ。お願いね。ウイング制御制限解除。うんうん。ここは任せとくわ。はっ、ほらほら、ナイス。おい。黙りなさい、虫けらども。システムブートのプログラムリンク確認。僕の力に耐えられるかもな。バッチリ、やるじゃないの。もう一度、終わりだ。任せとって。終わりだ。うんうん、逃がしはしないで、くらえ。うんうん、どうした、受けてみな。邪魔なんだよ。それでどう、黙りなさい、虫けらど。甘いぜ、デッドボーダー。うんうん、ほら、さっき決めちゃおう。これでどう、ナイス。おい、黙りなさい、虫けらど。よく耐えたわね。あなたたちにご褒美をあげるわ。どう、嬉しいでしょう。もっと喜びなさい。やったか。イオン、プリム、ネロ、みんな平気。ジル、最初、サーリも。いや、どうやら歌は役に立ったみたいだね。間に合ってよかったよ。歌って、もしかしてさっきの歌魔法はサーリが。僕と最初、ドクターの合作だ。え、最初も。最初って一体何者なのよ。昔はしがない研究者だった。今はもう君たちと同じただの古代種でしかない。はあ、もうちょっとでネロを元の世界に返せたのに、パパが邪魔するから。いた、何するの。お前こそ何してんだ。何って、プリムはネロのために。やっていいことと悪いことの区別もつかないのか。パパ、またその顔をするんだ。怒ってる、鬼の顔。お前、な、なんだ。デルタ、ウンディ、ジル、ジルなのか。こいつ、また動き出したわ。しつこいやつだな。ウンドゥ、見て、新しい世界の秩序が始まるわ。ジル、やめるんだ。そんなことをしても世界は良い方向へはいかない。エネルギーを吸い込んでる。まずい、みんな早くここから離れるんだ。ちょっとサーリー、何が起こってるのか説明して。そんな時間あるわけ。デルタ、プリムをお願い、私はネロを。ちょっと待てよ。プリムはともかく、そいつは敵じゃねえか。うっさいわね。なんかヤバそうなのが見てわかんないわけ。
しょう。プリム、死にたくないなら俺と来い。ジル、やめろ。最初、もう無理です。この区画の核壁を閉めないと。待ってくれ、まだ彼女があそこに。最初、今は諦めて、早く。ジル、ジル、ジル。